日本三大ロックフェスティバルの一つ、足柄ミュージックフェスティバルが行われることで著名な、明治大学足柄観測所。2006年も、嵐の前の静けさを迎えていた。足柄ミュージックフェスティバルは、足フェスの愛称で親しまれ、メジャーデビューを目指す多くの足柄ミュージシャンにとっては、聖地とも言える登竜門、大御所にとっては懐かしの故郷と言える。開始のわずか3時間前、続々とスタッフたちが会場入りをする。音響のプロフェッショナルたちによって、音響調整が着々と進められる。10万人規模の会場の設定には、微妙な調整が必要であり、わずかな狂いが音の不均一を生む。視覚効果もまた、専門のスタッフにより、慎重に準備が進められる。ここでトラブルが発生した。DJ ブースとドラムスペースの相性が悪く、低音部が干渉してしまうという問題が起こった。どちらを優先させるかをめぐり、スタッフ間でいさかいが起こってしまう。会場には最新の音響機材が数多く存在する。プロ用 DJ ミキサー、プロ用ダブルバスドラム、プロ用スーパーマイク、そしてプロ用の 15W アンプなどだ。これらの微妙な位置関係が音のクオリティをシビアに変化させる。結局この騒動はうやむやになり、音響のセッティングの成否は本番に委ねられることになった。そして会場の準備は終了し、2006年足柄ミュージックフェスティバルの開催に向けて夜は更けていくのである。会場の前にはすでに長蛇の列。前売り券はすべてソールドアウト。当日券も入手が困難な状況となった。ラフ屋の姿も見られ、富士ロックフェスティバルを超える動員数を記録した。会場はすでに熱狂的なファンによって埋め尽くされていた。30個ほど用意した紙コップもすでに残り少ないという状況だ。そして開演の時を迎える。